Located to the northeast of Kyoto, Fukui has been called as Nara with the sea. Serving as a cultural gateway connecting Asia to the world, Fukui has been playing a crucial role in supporting the development of Kyoto and Nara. In particular, the city of Obama is famous for its mackerel, which has played an important role in Kyoto's food culture. Heshiko is a traditional Japanese preserved food. Heshiko is a type of fermented fish, usually mackerel, pickled in rice bran. This traditional delicacy has been enjoyed for centuries for its rich flavor. もともとが量産取れた魚にどうしようかなって言って困ったし何か利用できんかなって言って昔の人が工夫して工夫してできた中の一つが古代の笹漬け違うかなと。やっぱね全国私も日本全国行きましたけどお魚は一番美味しいですわやっぱ若さはね取れるお魚が。ここはもう絶対自信持ってどの他府県よりもこの若狭湾の魚は美味しいという自負はあります。めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。ですね、まあ、簡単に説明すると好きやからっていう一点なんですけど最近はどうしても味付けのへしこがあるんですけどそのへしこっていうと食べると後味に本来残るはずのない味昔ながらの塩ぬか唐辛子で作ったへしこにはないなんかちょっと違和感のある変な味が残ってしまってそれが結構苦手で、まあ、今はやっぱりまあ、ここに来て今5年目ぐらいなんですけど、まあ、私的にはまだ満足いくへしこができていなくてこうもっとどう旨味を出せるかもっとこう効率よくうまくてできんかなっていうのを今試行錯誤しとる最中ですわ。毎年毎年勉強しながらやっていて、まあ、死ぬ前までには美味しい自分の気に入るへしこができるといいかなと思うんですけどやっぱりどうしても年に1回しかできないものなんで、まあ、あとね2、30回しかできんのかなっていう感じしか思うんで、まあ、その間に自分の満足のいくものができるかなっていうのを目指して作ってますね。では福井の方に美味しいへしこ食べに来てください。ありがとうございます。テイクツ言ってる。大丈夫です。なんじゃ。よろしく。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。まだここにない出会い、リクルート。